パールバティは、ヒンドゥー教の女神の一柱で、その名は、山の娘を意味する。芝神の神妃。ヒマラヤ山脈の三神ヒマバットの娘で、ガンジス川の女神であるガンガーの姉にあたる。軍神スカンダヤ、学問の神、ガネーシャの母。芝の最初の妻サティの天章とされ、穏やかで心優しい、金色の肌を持つ美しい女神と言われる。 彼女の肌は金色ではなくもともとは黒色だったが、それを芝に非難されたことを恥じた彼女が森にこもって苦行を始めたため、それを哀れんだブラフマーが彼女の肌を金色に変えた。なお、この時の彼女の黒い肌がカーリーになったとする説もある。後に、ドゥルガーやカーリーとも同一視され、パールバーティーの変身した姿、あるいは一側面とされた。 タントラ教においては、芝の尺ィであるとされ、慈愛と凶暴の二面を持つため、芝と共に、アルダーナリシュバラを形成する。仏教名は、カラスマヒ、またはナミラワテへ。現図大蔵会、マンダラズの災害院の南西に、左手に、三考劇を持ち牛に乗った姿で、夫の大事在天と共に描かれる。大事在天が乗るのは、白牛で、カラスマヒが乗るのは、 赤羊とも言われる。また、密教では大事在転とともに、高三世明王に踏みつけられている。ありがとうございます。